はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルーシュです。今回はですね、ご覧のハーツオブアイアン、こちらをプレイしていきたいと思います。でナンバリングタイトルは4になっています。でシングルプレイヤー、マルチプレイヤー、いろいろあるんですが、どんなゲームかっていうと、まあ一言で言うと第二次世界大戦をテーマにしたシミュレーションゲームになっています。まあ、これまで当チャンネルではですね、ワンダーとしては、まあ、三国志とあと戦国時代もののシミュレーションゲーム中心にプレイをしてきていたと思うんですが、第二次世界大戦もまあちょっと言い方はね、別にして好きなので、今回からはこちらのハーツオブアイアンの方をやっていきたいと思います。で世界大戦もののシミュレーションゲームはですね、提督の決断とかをやろうかなと思っていたんですが、ちょっと諸般の事情があってプレイ開始が遅れる見込みなので、こちらのハーツオブアイアン4っていうのと、あとは昔はですね、黒金の方向とかそういったところのプレイもしていたこともありますので、まあ知識はね至らない点多々あるかと思うんですが、まあ、その点はお気づきの点等あれば皆さんからいろいろご指摘とかいただければ勉強させていただきたいな、というふうに思っています。では早速プレイの方していきましょう。で一応ですね、1回2回、大日本帝国、まあ日本ですね、でプレイをしてみました。どんな感じかシステムを知る意味でというところなんですが、正直言って大日本帝国かなり難しいので、今回はまあどちらかというと初心者向けかなという、イタリアでプレイをしていきたいと思います。まあイタリアもね、その日本とドイツと日独伊三国同盟を結んだいわゆる枢軸国の一つですからね。でシナリオはですね、1936年と1939年の2つが選べます。で1936年の方が迫り来る嵐ということで、暗黒の時代が到来した。ヨーロッパでは己の権力基盤を固めたヒトラーがその眼差しを次第に国外へ移しつつあり、ムッソリーニ率いるイタリアは軍事的冒険を継続している。他方アジアでは大日本帝国が中華民国への攻撃体制を完了した。詐欺の大戦からおよそ20年が過ぎ、世界に再び軍屈の音が迫りつつある。些細なきっかけによっておそらく大戦は勃発するだろうというのがこの1936年のシナリオになっています。で今回はこちらをやっていこうかなと思っています。で1939年の方ですね、こちらは電撃戦ということで、こちらの方も、別のシナリオでプレイしていきたいなと思うんですが、今回は迫り来る嵐、こちらをプレイしていきます。で一応こちらいわゆる洋ゲーになっていて、今日本語で表示されているんですが、これは有志の方が翻訳されたものになっていますので、その点はね、あらかじめ、ご理解というかご承知をお聞きいただければと思います。で選択できる国は、まあ、フランス、アメリカ、まあ、ルーズベルトですね、あとはイギリス、そしてドイツはヒトラーですね。でイタリアはムッソリーニで、大日本帝国に関しては天皇陛下ですね。であとソビエトがいて、あとその他の国家っていうことで、まあ、この後マップ見ていただきますけど、その他の国もいろいろ選べます。ここに出ているのは中心的な国が出ていますというところですね。で今回はこちらのイタリアです、ムッソリーニで、イデオロギー画面左下見ていただくとファシストになってますね。じゃあこちらを選択してプレイの方をしていきましょう。でイタリアはというと、まあこちらになりますね、イタリアで、まあ当然植民地時代でしたので、イタリアも含めて、欧米列強は至る所に植民地を持っているというところになりますね。それまでこの後見ていただきますが、まあ北アフリカ中心にイタリア、フランスあたりがね勢力を誇っているというところになります。さあではこのイタリアを選択してプレイの方始めていきましょう。まあ、ルーマニア、ポーランド、チェコスロバキア、エストニア、ラトビア、リトアニアとかね、この辺りの国も一応選べるようになっています。で画面の UI ちょっとね初めて見るって方もたくさんいらっしゃるかもしれないので、まあハーツオブアイアン詳しい方はね、語るよってなっちゃうかもしれないんですが、簡単に画面だけ説明しておきます。まず今見えている画面の中でローマが、星印ついてますが、これがいわゆる首都ですよという意味です。
で、あとこちら飛行場があるところ、まあ、飛行機のマークが出てるところが飛行場ですね。で、この怒りが出てるところが、いわゆる港、軍港になってます。で、その他展開している部隊とかに関してはですね、ちょっと画面を大きくズームしていきますが、こういった形で、今、兵士が出ていますが、師団単位で、展開されています。で、ここは歩兵ですが、ここは騎兵がいたりとか、で、ここは国境ですよと、スロベニアとの国境になっていますというような形になっています。で、主にですね、3つ、まあ、一番わかりやすいところで言うと、海軍から見ていくと、画面右上、こちらですね、今、ぐるぐるぐるっとしてますが、こちら、海軍を押すと、今持っている海軍の勢力、兵力を全て見ることができます。で、今持っている総艦艇数が戦艦が2隻、巡洋艦が8隻で、軽巡洋艦が11隻で、駆逐艦が80隻で、潜水艦が51艇という形で海軍兵力一覧で見ることができます。で、じゃあ空軍兵力はっていうと、空軍兵力もこんな形で、見ることができます。まあ、いわゆる近接航空支援機、これはですね、歩兵部隊を、まあ、支援するような航空機、これが48機で、戦闘機、まあ護衛機とかね、敵の空軍と戦う場合の戦闘機、これが300機で、対艦攻撃機、これが72機ですね。で、重戦闘機はまだ持っていませんということと、あと戦術爆撃機が288機で、今ちょうどね、下に出てますが、ビエモンテ、シチリア、ラティウム、トリボリ、エリトリア、まあ、これがそれぞれ配備されている航空機の数になっています。で、まあ、まだ戦略爆撃機とかはね、持っていませんよということになっています。で、続いて陸軍なんですが、陸軍はですね、ご覧のように師団単位になってます。歩兵師団が29個、で、山岳兵師団が5個、軽戦車師団が3個、で、騎兵師団が2個師団っていう形になってますね。これが今持っている総兵力数になっています。じゃあ、海軍兵力をちょっと中心に見ていくと、どういう感じになっているかというと、まあ、これもね、詳しい方からすると少し退屈な場面になってしまうかなと思うんですが、今これがですね、海軍兵力を動かすときのマップに変えています。で、そうだな、せっかくなんで、このイタリアが支配をしている北アフリカ植民地化を進めている部分ですね、今実はですね、ここちょっとマップを切り替えますが、エチオピアとイタリアは戦争中になってます。まあ、エチオピアを併合しようとしているということですね、イタリアが。で、そのために軍を送っているんですが、その中で、まず海軍兵力で言うと、こちらのエリトリアの海軍基地に艦隊を2つ配備しています。で、ちょっと分かりづらいので、この後お時間をいただいて、艦隊の名前をこちらで変えますが、コマンドナベールマーロストっていう艦隊が一つ。で、この艦隊は何かっていうと、セレクトを押すとですね、下に駆逐艦がずらっと9隻、配備されているこのコマンドナベールマーロストっていう艦隊が、こちらのエリトリアの海軍基地に配備されていますと。で、ここには2個艦隊配備されていて、もう1艦隊がこのハチドグロッパサミビリーっていう艦隊、ちょっと言えませんでしたけど、こちらは潜水艦隊になっていますということで、これがまあ艦隊がどこにいるかっていうのを見るための、まあ見方になっています。なので、今後僕がプレイしていく中で、あそこに艦隊いるのになんで動かさないんだとかですね、お気づきの点があれば教えていただければと思います。で、このソマリアにも、ソマリランドですね、ソマリランドにも海軍基地あるんですが、ここには今現在は艦隊は寄港していないので、押しても何も出ません。で、さっきのところエリトリアを押すと艦隊が出てきます。で、単にですね、エリトリアを
の海軍基地に、カーソルを合わせるだけで今先ほど言ったコマンドナベルマーロッソと、8度グロッパサミラーギービリーっていう2個艦隊が表示されているっていうのがわかると思います。なので、まあ、この2個艦隊を持って、このエチオピア併合のための海上からの支援を行っていくっていう形になります。でもう一つですね、ポイントになってくるのがここのエリトリアの空軍基地で、ここをクリックすると今画面の左側に何も出てきていないと思うんですが、今現在戦闘機爆撃機含めて何も配備されていないという状態になっている。これが現在のエリトリアの空軍基地の状態です。なのでここの空軍基地遊ばせておくのはもったいないので、今エリトリアに配備することができる戦闘機あるいは支援機爆撃機っていうのが画面の右側に出てきますので、これを配備していく必要になります。で選択して、これを画面の左側に持っていくっていう形になりますね。でこれを配備していくと初めて、この空軍基地が活用できる形になりますので、まずはね、それをやっていかないと話にならないと。で今うっかりおっしゃいましたが、今配備できるこのプレダ BA65 の近接航空支援機の、全ての能力値もここに出ます。なのでかなり細かい設定まで見ることができるので、まあ、発売案かなりね、細かい作りになってます。でこのプレダ最高速度が390キロで、航続距離レンジ、これちょっとね日本語訳されていませんが、航続距離が 700km ということになってますね。で対空防御だとか細かいパラメーターもそれぞれ、設定されているって形になっています。で今この3種類の航空機を配備しましたが、これらに対してそれぞれ任務を与える必要があります。で与えることができる任務は航空機ごとにやっぱり変わってきてまして、戦闘機であれば今画面出てますが制空任務、まあ空のね、制圧しておくっていうところと、あとは迎撃任務ですね。敵航空機がやってきた時に、まあドッグファイトというか、まあ戦闘機同士の戦闘に参加してもらう、まあ、これは2つとも入れておきましょうということで、チェックを入れてグリーンの状態、任務を継続する状態にします。で戦術爆撃機に関しては近接航空支援、これは師団の地上戦闘を支援しますよということで、このあとエチオピアに対して、いや今画面右に飛行機が飛び始めましたね、エチオピアに陸軍の歩兵師団等を導入しますので、まあ、そこに対しての支援をまず入れていきましょうと。で戦略爆撃も行います。であとは基地の攻撃もしますということですね。で、近接航空支援機に関しては先ほどと同じ師団の支援、さらには海軍の攻撃も行いますということで、陸軍、空軍基地から、敵の艦船に対しても攻撃をしていきますと、まあ、エチオピア相手なんで、海軍兵力は持っていないんじゃないかなと思うんですが、まあ、そういったこともできますよということで、今回は一応設定をしておきましょう。これで今飛行機が飛び始めているのがわかると思います。で、そしたらですね、ここで先ほどの、まあ、海軍の艦隊の名前とか、師団の名前とかがですね、ちょっとだいぶ分かりづらくはなっています。この 19A、ディビジョナーロディファイファンタナンチャラカンチャラみたいな形でちょっと分かりづらいので、少しお時間いただいて、師団、海軍の名前、艦隊の名前等を一旦分かりやすい形に整理をしてきますので、ちょっとお待ちください。すぐ戻ってきます。はい、
ではですね、まずあの艦隊の名前を整理してきましたので、そこから再開をさせていただきたいと思います。で、艦隊はですね、今持っている艦隊を、主に4つの方面ごとに名前を分けました。まずはイタリア本国を中心展開している艦隊ですね。これがイタリア艦隊の、第一艦隊という意味で01から、07をちょっとね飛ばしてしまってるんですが08まで合計7個艦隊で、アフリカ方面に派遣している艦隊が、これがですね、2個艦隊、駆逐艦で構成されている艦隊ですね、いずれも。で、あと、アフリカ方面には2つの潜水艦隊も派遣してます。これがイタリア・アフリカサブマリン艦隊ということで0102までです。あとはですね、イタリアの、主に西側から、あとはドーバー海峡とかね、あの辺りにかけて展開する艦隊という意味で、イーストなんて、これは地中海の東側ですね。トルコとかね、あの辺りを展開するイタリアイースト艦隊01、東洋艦隊みたいなね意味でつけてみました。で、あとはイタリア全体にまたがって展開している潜水艦隊が、これがですね4個艦隊になっています。で、あとはイタリアウエストということで、これがさっきお話した西洋艦隊的な位置づけの艦隊になっています。これが4個艦隊ですね。これらの艦隊をもって、まず地中海含めたイタリアの海軍の構成になっています。で、師団とかに関しては今後かなり統廃合していくと思いますので、ここでちょっと名前を変えてもあまり意味がないので、師団、陸軍に関しては少し最初は分かりづらいと思うんですが、プレイしていく中で徐々に、統廃合していく中できっちりと名前を分けて分かりやすくしていこうかなというふうに思っていますので、最初のはね、ちょっと僕も含めて皆さんも混乱されると思うんですが、頑張ってお付き合いいただければなと思います。で、あとはですね、重要なところとしては、まず研究というのがあって、技術ですね、どういった技術を優先的に、特化させていくか、その国の主義だったり戦い方だったりっていったところに大きく影響してくるところだと思うんですが、ここが歩兵から始まり、支援中隊、機構部隊、ここは戦車とかね、そういったところになっていると思うんですが、そこから始まり海軍であったり空軍であったり、あとはそもそもの工学産業、多岐にわたるところまであります。で、イタリアどこを中心に攻めていくか、頑張っていくかっていうところなんですが、イタリアって何となく方針的には空軍のイメージがあるので、ちょっと空軍をね、見ていきたいと思います。で、画面見ていただいて緑になっているところに関してはすでに研究済みになっています。例えばこれプレダなんですが、このプレタ BA65 に関してはすでに研究済みで、全ての能力値がここに出てます。機動性から始まり、さっき出ていたレンジ、あとは生産コストまで全て細かい数値が出ています。で、一方このサーエッタに関してはまだ研究されていないということなので、研究を押せば研究ができるようになるというものになっています。じゃあどれを研究していくかっていうのを決める一番重要な要素になってくるのが、実はですね、ちょっと僕もまだ慣れてなくて、申し訳ないんですが、国家方針ですね。その国がどういう方向に向かっていくかっていうところなんですが、国家方針を選ぶことができて、イタリアだとご覧の中から、十分のプレイに合ったものを選んでいくっていう形になります。で、一つは今エチオピア戦争における兵団っていうのがありますけど、エチオピアとの戦闘が長引くんじゃないかっていう危惧があれば、これを選んで、兵団の確保だったり、その後の工業の、活性化につなげるような方針につなげるっていうのも一つだと思います。あとは陸軍なのか海軍なのかで、海軍だったら駆逐艦なのか何なのか、何に力を入れるのかっていうね、そういったところまで選べることができるようになっています。あとはスペインを支援するとかね、国外に対しての影響力を鼓舞するような、誇示するような、そういったものも選べるんですが、ここはですね、
さっき言ったようにちょっと空軍を鍛えていきたいなと思っているので、まあ、海軍を鍛えていきましょうというのを国家方針にしたとします。そうするとじゃあそれに見合った、まあ、なんて言うんですかね、戦力の補充をしていった方がもちろん効率がいいということになるので、じゃあ何を今度は用意していくかということになります。でここに出てきているのが駆逐艦から始まり戦艦、あとは空母、潜水艦とかね、いろいろ出ているんですが、上に戻って見てみると年代が出てると思うんですね。1922年、まあ第一次大戦の時のものと、あと今まさに1936年ですが、この時のもので、この先、右に画面をスクロールさせていくとこの先の戦艦が出てくると、艦船ですね、出てくるっていうことになるんですが、これ大きく年代を先のものを研究しようとすると研究にかかる時間とコストがすごくかかります。なので、まあ、できるだけそういうことはしない方がいいのかなというふうに思います。で今イタリア海軍で不足しているものってやっぱりね、戦艦なんですよ。さっき見てもらったこれで見ていくとですね、戦艦が2隻しかないんですよね。なので戦艦をまずは優先的に作っていきたい、鍛えていきたいっていう思いから、今回は戦艦をまず最初の研究対象にしていきましょう。で今この海洋ディール要求っていうものに関しては、もうすでに研究済みになっています。でこれ上に持っていくと1936年なんですが、じゃあ同じ1936年でさらに使えるものっていうと、このレジーナ・マルゲリータ級の、戦艦を作ると、まあ188日間、まあ、つまり半年間で研究が済む、作れるようになるので、これを研究しましょうと。でその他で言うと、まあちょっとねさっとやっていっちゃいますが、まあやっぱりね、対艦攻撃機は必要になってくると思うので、対艦攻撃機、このスパルベイヤーは作られているんですが、こちらの方も作っていきましょう。まあ、作っていくっていうかね、研究段階にはなるんですが、あとは基本となる歩兵手段ですね。そのためのものを用意していってあげましょう。であと基本的なところになるんですが、こういう工学系のところもやっていきましょうと。で今ですね、イタリアの場合だと4つ選べるんですが、これ国によって違います。小国だともっと少なかったり、逆に大国だともっと多かったりします。で、外交はちょっと飛ばして、貿易も飛ばし、いや貿易はちょっと先に見ておきましょう。で貿易はですね、今石油、アルミニウム、ゴム、あとはタングステン、鋼鉄、クロムってあるんですが、イタリアの場合だと生産量がゼロのものが2つあるんですね。それが石油とゴムです。なので石油とゴムに関しては輸入をしていかなきゃいけないので、輸入をしていきましょう。でこれはソビエトから輸入をしていきます。ゴムに関してはタイからもらいましょうと。まあ、この後、やっぱりフランスとかね、イギリスとかアメリカとは仲が悪くなることが想定されるので、このあたりからはね、できるだけ依存しない方がいいでしょうという思いからです。で、あとは建設っていうのがあるんですが、ここが結構複雑でまだ完璧に理解できていないところなんですけど、インフラから始まり、航空基地、で、レーダー基地、まだね、ちょっと必要技術が無線がないので建てられないんですが、っていったものから、あとは、民需工場から軍需工場、さらには海軍の造船所、まあ、こういったものがないと、そもそもさっき研究した船が作れない、飛行機が作れない、装備が作れないってことになるので、まあ、これらが一つ必要になってくるっていうのと、あとは基地系ですね。まあ正直イタリアに関して言うと海軍基地とか空軍基地は充実しているので必要今はないかなと思うんですが、まあこういったものも作っていく必要が場合によっては出てきますと。で、今で言うとですね、今これが建設のマップに切り替えたところなんですけども、それぞれの地域ごとに作れる工場の数、マックス値決まってます。なのでこれに合わせて作っていく必要があるかなというところですね。で、まあ、当然ですね、どうしても必要になってくる造船所、まあ、このあたりは
それぞれ拡充しておきましょうということで、まあ今適当に振ってってますが、実は結構考えてやった方がいいかなとは思います。あとは民需向上ですね。でイタリアの場合だとどうしてもね、この後結局どこにつくのか、まあ、枢軸国に史実通りつくのか、それともその連合軍側につくのかでだいぶ動きが変わってきますので、まあ、そこはね一つ、考えながら、もしドイツと敵対するようなことになるんであれば対ドイツ戦を想定した戦力配備にしておく必要があったりとかね、結構細かいことが重要になってきます。で、今度生産ラインなんですけど、生産ラインではさっき研究したものとかを、作っていくことができます。で、今、見ているものがこんだけ、作れるんですけど、これが、まあ、例えばこの潜水艦の一番艦だったら7ヶ月後に出来上がりますと。で、そのために割り振っているのが、造船所一つですとかっていうことになるので、この造船所さっき何個か作りましたが、作った造船所を割り当てていけばより早く作れるようになりますということになっています。で、今ですねちょっと見ていくと、この近接航空支援機 BA65 に関して言うとすでに充足していると出てますので、もうこれは作るのをやめましょう。生産ラインを中止します。その代わり、別のものをね作っていくとよりいいかなと思いますので、まあもう充足しているものに関してはどんどん切っていきましょう。まあ、もったいないですからね。余らせておくと、その兵器って古いものになっているので、実はかなりもったいない。であれば、こういったものを作っていく方がいいでしょうというところです。まあ、充足になっちゃってますけどね。これも充足だね。やめときましょう。研究が終わるまでは、無駄に資源を使うのはやめましょうというところになりますね。あとは徴兵と配備、まあ、これに関して言うと、まあ、そのまんまで、兵を集めて配備していくっていうところになります。で、こちらに関しても今すぐ必要ないかなと思うので、まずは一旦ここで、終わりにというか、違う画面に移っておいてですね、ここ今画面真ん中見て、ここがですねアラートになっていて、何かしら対処した方がいいですよっていうのが出ています。まあ、例えばこのミカドの軍需工場がありますよということであれば、もったいないんでじゃあ何かを作った方がいいよねとか、まあさっき言ったようにね、資源がないので、まあやめておきましょうとかっていうのもあるかなと思います。で、資源不足であれば石油が足りないですよってなってるので、じゃあ石油の、まあなんていうのかな、その輸出をもうちょっと増やしましょうとかっていうんであれば、別の例えばイランからももらいましょうとか、まあそういったことがここで調整ができるわけです。で、もちろん資源がなくなれば生産ラインが止まってしまうので、そのあたりも十分に考えながらプレイする必要があります。で、一通り見ていただいたんですが、始める前に航空機の配備だけねちょっとさせてください。まあ、航空機は飛ばしとけばいいっていうもんではないんですが、まあ、遊ばせておくのももったいないというのもあるので、飛ばしときましょう。すべての飛行機。まあ、ちょっとねこのあたりは正直言ってまだ手探りです。動かさない方がいいんじゃないかっていう気もちょっとするはするんですよね。結局そのもったいないというか、石油を使ってしまう、資源を使ってしまうっていうところはありますからね。さあ、これで飛行機も一通り飛ばしたかな。飛ばしているんじゃないかなと思いますので、これで一通り空軍も全て飛ばしている状態になっていますと。そしたら、肝になっている海軍ですね。
海軍の方も作戦行動をさせておきましょうということになります。じゃあ海軍マップに切り替えて海軍マップを見ていくと、まずトスカーナ地方の方で、あそうだな、まず最初に見ておく必要があるのが今イタリアの主力艦隊の一つ、イタリア第一艦隊、こちら司令官が未配属になってますけど、これ司令官を入れておいた方が当然いいです。でスキルは、2とか3とか今画面出てますが、当然数字が高い方がいいです。なので第一艦隊、第二艦隊、まあ、ここは主力艦が揃ってる艦艇になってるので、ここには優秀な艦艇を入れておきましょう。ちなみにイタリア第一艦隊の戦力を見ておくと、戦艦が2隻、イタリアって戦艦2隻しか持っていないんですが、このイタリアの第一艦隊にその戦艦2隻を配備している贅沢な、戦力を持った艦隊、これがイタリアの第一艦隊になります。でじゃあイタリアの第二艦隊ってどうなってるのっていうと、イタリアの第二艦隊はですね、計14艦からなる、合計17隻からなる艦隊になっていますと。まあこの2個艦隊が主力になるんですが、他にもいくつか艦隊はありますというところで、第3艦隊とか、まあ、この辺りにもきっちりと司令官を配備していってあげましょう。まあ、司令官がいるのといないのではやっぱりだいぶ動きが変わってきます。で西洋艦隊にも司令官を配備と。で司令官が今もう全員使い切っちゃったんで、これはですね雇っていく必要があります。政治力だったりコストだったりっていったもの、まあ、今後ご説明していきますが、そういったものをかけて、まあ、きっちりと雇って配備していく必要があるというところになります。で今ですね各艦隊は自分の軍港にいるだけの状態なので、これをねちゃんと作戦行動をできるように変えていきましょうということになります。で今何も説明せずにやっちゃいましたが、選べるのが哨戒、あと海上戦闘哨戒、あと通商破壊で先端護衛の4つプラス待機から選べます。まあ通常は海上戦闘哨戒でいいかなと思います。で選んだらその艦隊をちゃんとその作戦空域に配備、どこまで作戦として動きますかっていうのですね、今緑の斜線が出てますが、これでやっていきます。で4つ隣の隣までしか動けませんので、まあ、そこはね、しっかり吟味しながらやっていった方がいいですね。でイタリアの第8艦隊に関しても同じように命令を出していきましょう。まあ、今は言っても戦時中ではないのでね、そんなに大きな艦隊を動かす必要は正直ないかなと思いますので、まあ駆逐艦とかそういった艦隊を動かしておきましょう。で問題はですね、この今まさに戦時中になっているイタリアのアフリカ艦隊、これに関してはきっちりと指示を出しておきましょう。まあ主にアフリカの沿岸を紹介させましょうというところですね。さあこれで一通り準備が整いましたね。なのでそしたらいよいよですね、エチオピアを攻めている様子をまあ、ご覧いただいて、ちょっと長くなるので、終わりにしていきたいと思います。じゃあ、いざエチオピアに進攻をかけるときってどうするのっていう状態なんですが、まず今師団3師団選びました。今展開されている3師団ですね、すでに徴兵されて配備されている状態ですが、動いていない師団がご覧の師団になっています。なのでこれにこの師団を合わせて全部で14師団選択された状態になっています。でこれを新しい軍として創設します。アフリカ方面の第1軍
ちょっとね、わかりづらいので、アフリカと入れときましょう。で、司令官が未定なので、これも司令官入れておいた方がもちろんいいですね。では、ウゴさんを任命しましょうと。いうことになります。で、選択された状態で、前線、まあ、どこを前線と規定するかっていうことになるんですが、これが、まあ、ここを前線としましょうと。で、前線の指定にちょっと失敗しちゃいましたが、前線をここに規定しましょうと。で、この状態で、さらに、軍を進めていくと。いうところになりますね。で、第一イタリア戦域っていうのが今形成されましたと。これがその第一イタリア戦域になっています。で、今、前線をここに指定したので、この前線から、エチオピアの首都、アディスアベバを目指しましょうと、いうことになりますね。で、こちらに、アフリカの、南アフリカって言ったらいいかな。こちらの方にも、軍団を作っておきましょう。アフリカの第2軍という形ですね。さあ、これで、今2つの軍が創設されたという形になります。で、まあ、この、ヨーロッパ方面はね、まだ戦時中にはなっていないので、これでいいかなと思いますんで。じゃあ、これで、時間を進めていくと、先ほど指示したイタリアのアフリカ第1軍がエチオピアの首都に向かって進軍を開始するということになります。では、ちょっと見ていきましょう。戦闘が始まりましたが、で、各々で、それぞれの師団が戦闘している状態を見ていくと、攻撃側イタリアが4個師団で、防御側エチオピアが第2師団、2つの師団で戦っていて、現在イタリア側が有利で、およそ1ヶ月ぐらいで、決着がつくでしょうという形になっています。で、こっち側はというと、こっち側はイタリアは5つの師団で、エチオピア側が2つの師団ですね。山岳師団と歩兵師団の1体ずつ、合計2体と戦闘中って形になっています。で、こちら側はもう国境を越えましたね。5個師団が1個師団に対して、前線を進めた形になりますね。前線を進めたので、イタリアの領地が広がっているように見えますね。前線が前に進んだ形になります。で、エチオピアの軍が後ろへ引いていったという形になってますね。で、こちらは現在消耗していて動けない状態になっていますということですね。まあ、こんな形でですね、ずっとリアルタイム話が進んでいくので、注意して見ておかないといつの間にかいろいろと状況が変わっているっていうことになります。なので結構ですね、正直言って忙しいですね、このゲームは。
で今夜になりましたっていうのが画面が暗くなりましたけども、まあ、こんな形でですね、まあハーツオブアイアン奥が深いゲームになってます。ちょうど今航海をどこかの船が通っていってますが、というわけでちょっと僕自身もまだね、わからないところ、手探りな展開でのゲームになっていますが、しっかりと頑張っていきたいと思いますので、信長が、まあ、戦国時代ですね、戦国時代ゲーム三国志に続いて、今後この第二次世界大戦もの、まあ、帝徳の決断と、あとこちらのハーツオブアイアンを中心にプレイしていきたいと思っていますので、ぜひぜひお気づきの点等あれば、いろいろと教えていただければなというふうに思います。というわけで今回はここまでにしたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。